エコー聞いてます。はい、ということで、はい、今回も毎月定例のルナさんと私の YouTube ライブ配信やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ない場合はですね、私テーマを用意しました。最近ね、よく聞かれたりとか、はい、ルナさんも結構前、うん、去年か今年、去年かな、うん、去年の秋かなんかとか、うん、今年の春はちょっと忘れちゃったんですけど、うん、ちょっと聞いた記憶があるかもしれないんですが、はい、2025年問題って知ってますか？うんうんうん、何かが地震だっけ？そう、そういうことが起こるっていうのを、はい、合間にですね、皆さんが個人的に聞きたいことがない場合は、私たちも確信に迫ろう。それについて。はい。なんか、この間やったよね。2025、そうそう、あれはもうお蔵入りになったんで。そう。そのことについてちょっとやりましたよね。そうそうそう。で、話し合ったっていうかね、そう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 、個人でね。そう。だけど今回は、あれは、はい、ペン持ってきました。見ましたね。そう、あれは、うちらのないの話で、ちょっとある方がいらっしゃったけど、いろいろあってお蔵入りになった。放送しないそうそう動画があったんですけど。そうそうそう。今回は改めて、まあ私たちで、うん、まあ皆さんも知ってる情報をいただけたら書いていただくと嬉しいので、うん、2025年問題に関して、あいまにちょっと二人で受け取ったりしながら、お伝えしたいなと思います。で、私たちコメントが命なので、コメント書いてくださるとすごくすぐちゃんと拾うので、うん、ガンガン書いてってください。やっぱり YouTube とかでもね、そういうの動画流れてくるしね、うん、そうそうそう、2025年のお話を、大地震が起こるみたいな、そうそう、なんか日付まで決まってるんじゃないですか。日付も決まってる、ね、日付も言ってた気がする。何回トラックとかどこに行ってるの分かってるの。ああ、だからそれを聞くってか、そうそう、自分興味ないから、あ、地震じゃないかもしれないですね。何が来るかは、そう、巷では地震だったり、いろんなことをね、情報があるんですけど、皆さんも知ってることあったら書いてください。ちょっと緊急みたいな感じで、すごいですね。だからどんなの、あんまり真剣にならない方がいいの、こういうのって。なんか受け取るは真剣にして、うん、で、まあ喋り方のトーンとしてはいつも通りでいいんじゃないですかね。まあ結構自分が思うことは、こう、以前さ、2000年問題みたいなのもあったじゃないですか。うん、よくこう集合意識がさ、働くと未来が変わるみたいな話とかもあると思うので、その一環でもいいんじゃないかなと思います。多くの人が言ってたらみんな気をつけ出して変わるとかあるだろうし、その私たちがつながる先が2025年のことをどう言ってるか。来年だからね。そうそうそう。ちなみにですけど、巷で言われてる情報は、2025年の7月に何かが起こるみたいな話だった記憶があります。自分も最近やっぱこういうお仕事してるから、ね、以前もルナさんとのこう、ボツになった動画で、の方でもう一人いたんですけど、そういう方がね、すごい、気をつけてくださいみたいな話があった。話はやっぱ結構入ってくるので、そうそうそう。そうそう。あ、梅さんがですね、早速コメントくれたんですけど、うん、2025年問題は興味ないけど、なんとなく隕石かなと思ってますって、来てますね。そう、自分たちもなんだかわからないので、興味があんまないタイプなんですが、やっぱ巷で、周りの方とかに聞かれたりするので、せっかくなので動画化して、受け取って話したいな、なんて思います。あの時は地震っていうことで話してましたよね。そうそうそう、ある方は地震って言って、そう言ってた、言ってた。だから世界線がね、よく変わるとか、皆さんね、言うと思うので。あれ、去年か。そうそうなんです、実はそう。そう、ボツになったから。で、その後に能登地震が来たじゃないですか。だから、なんか、うん、やっぱり地震かなみたいな ね、にも思ったりね。はい。まあこれね、何回トラックもくるくる言われて全然来ないけどね。そう。だからその点をじゃあ、早速聞いていきたいなと思いますので、うん、ぜひ、じゃあ、カードにします。カードも、カードね、チャンネル登録にしちゃう？せっかくカード持ってきたからカードもやってみようかな。うんうん、じゃあ2025年のカードを。カードで私も読めるのかなわかんないけど。
ね、これいいことし、なんか優しいことしか言ってくれないから、そこからね、紐解けるかわからないんですけど。まあ、分かんなかったら聞けばいいやね。うん、なんかね、知り合いが、でも、まあ、知り合いっていうか、もう、一緒に YouTube やってる方なんですけど、うん、西野さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うん、やっぱりちゃんとやる前に、ダウジングで聞いてるんですよ。それペンデュラムやってる方なんですけど、この時カードなのか、チャネリングなのかって、やっぱ、ペンデュラムに聞いて、やるみたいです。へ、うん、全然。私も聞いてみようかな。ね。だって言ってみればさ、そうそうそう。ペンデュラムをせっかく持ってきて。そうそうそう。見えちゃったので、ちょっとさらっと。ありがとうございます。出番を作っていただいて。ペンデュラムちゃんも喜ぶと思う。ペンディーちゃんって言うんですよ。名前つけてる。あ、そうだね。そうそうそう、知り合いのリカさんもつけてますよ。そうです、そう、うん。じゃあ、ペンディーちゃんに聞こうか。はい。どちらがいい、チャネルがいい か、カードがいいか。はい。じゃあ、ペンディーちゃん、今この2025年問題を聞くにあたり、カードで聞いた方がいいですか？あら、カードがいいの？チャネリングはどう、チャネリングどうですか、お金。チャネリングで聞いた方がいいですか？あら、カード、またか、はい、ありがとうございます。じゃあ、カードで。ちょっと優しく答えて、うん、とりあえず、まずカードで。うん、はい。うん、そしたら、マイケルさん、まあ、どっちしマイケルさんだからね。マイケルさん、お願いします。2025年問題について、はい。何教えてください。はい、それでいいと思います。2025年問題について、何か皆さんにお伝えすることを教えてください。はい。なんて出るんだろうな。ね、じゃあ、自分はそのカードに一緒に、ルナさんと一緒に乗っかる形にしますね。チャネリングよりカードっておっしゃってた。さあ、お、なんだろう。ドキドキ。しまいね。はい。あ、おお、うん。はい。なんか自由になるみたいな感じっぽいね。おお。あのフリーダムなので。はい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 。うん、なんか解放されるとか、はい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 、自由になるとか。はい。これで映るかな。あ、映ってますね。すごい。うんうん。かいい価格だ。はい。で、うん、まあやっぱこれ天使さんがわら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 集まってるじゃないですか。はいはいはい、はい。だからこれが起こることによって、うん、すごいこう、天使のサポートが受けられるようになるとか、あとはやっぱこういう自分たちが今、うんうん、なんていうの、こう、がんじがらめになっているようなこと、うん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 、から解放されて、うんうん、自由にのびのびとできるようになる。うんうん、みたいな、なんかどういうことが起こるっていうよりも、起こったことによってこうなるみたいな答えっぽいんですよ。じゃああれじゃないですか、起こることにばっかとらわれないで、うん、起こった後をこれだっていうふうに、んうん、このチャンネルとか特に見てくださってる方は、うん、そういうふうに捉えた方がいいふうに進みそうですね。そうそう、やっぱエンジェルカードだしさ、うんうんうん、やっぱ愛のカードなので、だから巷ではいろんなそういう、うんうん、あの時もそうだったじゃないですか。とある方が、2025年に地震が起こるからってことで、みんなこう恐怖になっちゃったじゃないですか。そう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 。で、その時に、まあ、彼女たちがね、話したことなんだけど、じゃあ、それについてマイケルさんは何て言うのかなって言って聞いてみたら、うんうん、どうなるかっていうことは言えないけど、結局、うん、そういうことはあんまり、占いとかみたいに言うことはできない。うん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 、ただ、どんなことがあっても、自分たちがサポートするから大丈夫だっていうふうに言われたんですよね。うんうんうん、そうだね、そうです。そうそうそう、だから、まあ、どういうことがあっても、うん、ちゃんとこういう自由な形になるから、うん、心配しなくていいよっていうことだと思うんですよ。わかりやすいですね、そしたら2025年の。だから、こう言ったらなんですけど、起こる事象は、まあ、何かしらが起こるとしても、うんうん、その後に、天使のサポートがあったり、うん、フリーダムもっと自由になれるよっていう、そうそうそう、多分今さらっとこの意識がわからないですけど、うん、自分たちは届けるのはこのチャンネルとかこの YouTube の見てくれてる人に向けての感覚もあると思うんです、うん、やっぱり、うん、不特定多数っていうよりかは日本全体に届けっていうよりかは、うん、この見てくださってコメントくださってる、まあ、選ばれし人です、見てくれたね、その方に関してやってるから、うん、こう起きた後はこうなるよっていうのを多分伝えてるんじゃないかなと、うん、そうそう、多分今のペンディちゃんが、うん、カードを選んだ時に、うん、やっぱりそうやって愛を伝えてっていうことなんだなっていうのをすごく受け取ったんですよ、私は、うんうんうん、私は、
うん、だからやっぱそういう巷ではそういう怖いことばっかり言ってると思うんですよ。なんか地震が来るとか、うんうんうん、何があるとかこれがあるとかって言って、こう恐怖心しか煽られないじゃない。あ、マイクつけてないけど大丈夫。大丈夫。これここにあるから。今日これだから。これ聞こえちゃったから。大丈夫です。今日。なんか恐怖心ばっかり煽って、はいはい、なんか安らぎがないじゃないですか、はいはいはい、この心に、ね、うん。だからあえてやっぱこういうメッセージをくれているんだなっていうのを、やっぱりね、天使だからね。いやでもそうだと思います、うん、やっぱり優しいなって今思った、うんうん、ちょっと自分も追加でチャネリングで受け取れるか聞いてみますけど、うんうん、まあ、自分はだいたい自分の高次元の存在の、うん、皆さんに言いましたっけ、オーディンっていうのが、オーディンさん、オーディン、オーディンさん、オーディンっていう神様がいるんですけど、うん、そのオーディンさんが自分の中で仲良くしてて、うん、ミカエルさんっていうような感じで、はい、アース G って呼んでるんですね。うんうん、あ、そう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 、アース G と、おじいさんの G だよ、ね、そうそうそう、はい、なんかね、自分はアクセスした時にお話しするので、うん、やっぱルナさんとか呼ぶように、うん、なんて呼べばいいですかって聞いた時に、うんうん、なんかわしはアース G じゃんみたいな感じで言っててその方とよく自分はつながってて教えてくれたりするんですね、うんうん、自分はもうアース G としか覚えてなかったんですけど、うん、よくこういう YouTube ライブやることになって、皆さんにどういう存在かとか、よくね、興味を示す。自分はあんま興味持ってないんですよ。存在に関してはどうでもよくて、受け取れればいいやってタイプなので、うんうん、なんとか様につながりますとかじゃなくて、うん、受け取った後で聞いて、あなたは何者みたいな感じでやるタイプでしたので、うんうん、その時にアース G って言って、アース G の素性を対話しながら聞いた時に、うん、そのオーディンって教えてくれたっていうのがありますね。うん、オーディンさんについて、巷のこう、Google さんとかで検索の巷にあふれる情報を調べたら、うん、神話の知識あふれる人だったり、神様だったみたいなので、結構知らないことをガンガン教えてくれたりする、そういう人なので、うん、ただ喋り口調がおじいちゃんの人なんで、自分は、ちゃんと言葉を変えてやってます。あ、なるほど。そのオーディンさんにつながって聞いてみたいと思います。はい、自分だから予知とかそういうことを教えてくれるかどうかって忘れしてくれるかしてないかもちょっとね。ミカエルさんね。教えない方がいいことは教えてくれないからね。そう、教えてくれないですもんね。ということで自分の方にもつながって聞いてみたいと思います。うん、そうだね。なんかそうじゃな、みたいな感じなんですけど。じゃあ何なの？そうそうそうじゃな、とか。本当もう本当おじいちゃん口調なんですよ。おじいちゃんってなんで、じゃあ逆になんでおじいちゃんになるとそういう言葉遣いになるんだろうね。ね、本当ですよね。ユスケさんもおじいちゃんになったらそうじゃな、とか言うようになるのかな。なんかでもそのままの年代が上がってったら、当時の主語がおじいちゃん言葉されちゃうのかな、みたいな。チョベリバーとか、チョベリグとか。つかないですよね、皆さんもね。うん、いや、さ、ほっとくたれなんで。2025年の問題に関しては、うん、気にしすぎるものが多いと言ってる。気にしすぎるものが多い。それなんでかっていうと、やっぱそのルナさんが言ってた通り、恐怖心のこう周波数を、うん、なんかね、集めようとしている、そういう、派閥があるみたいなことを教えてくれて、うんうん、あ、やっぱあるよね。結局は集合意識が世界をこう操作するじゃないんですけど、うんうんうん、みんながこう思ってたらこうなっちゃうよってことが多いらしいんです、うんうん、やっぱりそれを止めるためにみたいなことが多いっていうのを言ってくれていて、止めるために2025年問題が起こる、止めるために2025年のことを提唱してる人がいっぱいいるって言ってる。恐怖心を煽ろうとするパターンもいれば、うん、そうじゃないよっていう、うちらみたいに、今日フリーダムだよ、起きてもフリーダムだよ、みたいなことを言うタイプもいるみたいなんで、うん、どっちにこうフォーカスするかっていうのは、もう見てくださってる方次第だっていうのも言ってくれてるので。自分が決めるのね。そう。で、その情報って一番わかりやすいみたいで、自分も興味ないんですけど、うん、やっぱ真剣に考える人とか、そういうところで、自分の今置かれている状況がわかるらしいです。恐怖にとらわれちゃってる人は、もう地球が恐怖でしかないみたいな。自分楽観的主義なんで、自分に置き換えると、大きい
ちゃったらそれまでじゃんみたいな、乗り越えられるんじゃないとか、起きた先にそのさっきの不利だみたいなことが起こるみたいな感じなんですけど、やっぱりそう操作じゃないんですけど、こう なんて言うんだろう、集団の意識、今回集団の意識っていうのがなんかすごく来るんですけど、集団意識の操作みたいな感じみたいです。まあ、いっぱい。なんかよく言うさ、この、なんかこれ、禁止言葉もあるんだよね。そうそうそう、そう、だから自分もさ、そうそうそう、言って、しかも人のチャンネルだからさ、確かに変なこと言っちゃうけど、そうそうそう、だから自分もさ、だからさ、こう、うまい感じで言ってるつもりではいるんですけど、別に、他の人たちのチャンネルを批判するわけでもないし、何でもいいんですけど、じゃあもしかしたらっていう言葉をつけようか。そうだね。うん、もしかしたら、その、この世を支配しようとしている人たちがいるかもしれないじゃないですか。そうそう、そういう感じ、そういう感じ。ね、絶対かどうかわからないとと言っておこう。そうです、ね。そういう人たちなのかしら。なんかね。非常にもなんかわざとらしい方だけど。なんかね、そうそう、だからずっと言ってることだからそっちも気にしてくれてるから。うん、やっぱりこういう放送とかに載せるのは、そう、自分ね、言いたいタイプですけど、ね、そう、ごにょごにょしちゃう部分があるんですが、うんうん、そういう、やっぱそういうのは、やっぱいるらしいんで、ね、まあ可能性としてはね。そうそう、可能性として、うん、そう、なんからしいとかなんですけど、だからまあこの問題で、この言い方しかできないというところをご理解ください。分かってくださると思います、このチャンネル見てる方は。伝えたいことってあると思う。ね、YouTube ですのでね。そうそう。ルーラーの村の世界、そうそうそう、いろいろね、はい、ありますから、その上でっていうことなのでね。ただ本当に戻すと、ルナさんのこのカードを見てくれたのが本当にドンピシャっていうのも上の人も言ってくれてるので、分かりやすいんですよ。みんながこう、この方もさ、上半身裸ですもんね。そうそう、みんなが鎧を脱ぎされる時期みたいな感じみたいです。これさ、あれなんで、この青い布を巻いているじゃないですか。っていうことは、やっぱりこう、冷静さとか、青といったらね、そういうのを持ってねっていうメッセージに受けれるしね。そうそう、なんかね、すごく心が、そう言ってることもすごく、伝えたいことは、心が軽くなるみたいです、このことが起こることによって。その2025年7月は、何かしらの皆さんの転換期にもなるみたいな感じではあるので、ぜひそこはね、ワクワクしながらでいいと思いますよ。まず1年ぐらいか。そうそうそう。ね、ちょうど1年くらい、今5月、そうね。もう6月に近いからね。そう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 。だからそんなに身構えなくていいというか、起こることをハッピーと思ったり、ワクワクしながら行くといいんじゃないかなと思います。やっぱりさ、こういうのってさ、もう言ってしまえば1999年9の月みたいな、ノストラダムスの大予言って知ってる、ね、知ってます、知ってます、知ってますよね。私はあれにどんだけ怯えて、そうだったんですか。だってまだ子供だったし、その頃は、もう本当、どうなっちゃうんだろうってすごい怯えてて。いっそなんか借金しまくって、そのお金のバッと全部使い果たして、ね、それはと、なんかそういう感じがありますよ。どうせ世界なくなっちゃうんだから、みたいな。よかったよって本当に思いましたよ。そう。まあ、だから、そうそう、梅さんも伝えてくださってね、言ってますけど、気にしないのが一番ですよね、っていうことだとは思います、やっぱり。ね、やっぱりそういうのを煽る輩というのはいるのでね。そうそうそう。ただ、まあ、それを自分がどういうふうに捉えるかっていうことによって、まあ、怒ることはみんな同じでも、どう捉えるかによって変わってくるかもしれないし、本当そうだと思います。あとこれは考え方の一つっていうことになるのかもしれないけど、じゃあ例えば仮に大地震が起きたとして、お亡くなりになっちゃった方がやっぱり出る、まあそうですよね、かもしれない。ただその方はやっぱり、こう兵があったらあれだけど、その方がいいからそうなって、そうなんですよね。自分たちの目からとは、では分からないことっていうのは、やっぱ工事の上から見るから、見てる人たちからすると、あるわけじゃないですか。で、なんか自分たちから見ると、なんでこんなことでお母さん死んじゃったのっていう悲しみでしかないけど、実はお母さんは、仮にお母さんだとしたら、
なんか、あ、ここに住んで、今年はこんなに幸せだ。うん、まあそうですよね。なってるかももしれないじゃないですか。うん、そう、コメントも来てますね。うん、ちょっと質問みたいなのが来てるので、うんうん、何かが起こって、リセットされるみたいな感じっていうのが来てます。っていうのもあるかもね。うん、そうですね。なんかこれフリーになるっていうことなので。うん、ただね、本当こう伝えてくれてるのは、こう、何かしらの転換期ではあるとは言ってるので、今聞いてる限り、うん、その、ああ、あの、それまでに後悔ないように生きてほしいと。いや、いじ、あの、いなく、この世からいなくなるか、ね、そのままかわからないけど、まずその2005年7月っていうのを、こう、共通認識で、うん、ちょっと自分たちですら耳にしてるじゃないですか、その、うんうん、2025年夏みたいな。そうそう。それを皆さんも多分聞いてると思うし、今日自分たちも伝えちゃったので、うん、それまでに後悔のないように、やり残したことがないように、うん、どんどん進んでいく感じ、かなと受け取って教えてくれてるのを聞きながら思いましたし、この人もね、青いの履いてますけど、多分最初はね、いろいろ服はもうがんじがらめに着たりしてたんですけど、どんどん鎧を脱いでいくみたいな、一枚一枚もうその日に向かってって、ありのままっていうか、になっていくのもいいんじゃないかなというのが、私もこう教えてもらいながら思いました。うん、破壊は建築の第一歩。そうそうっていうように、そうそうそうやっぱ壊さないと作れないものっていうのもあるのでね。そうやっぱりずっと言ってるのが怯える必要はないって言ってるので、うん、怯えなくていいと思います、この問題に関しては。だからその、うん、いろんな情報を聞いちゃって、うん、まあ、恐怖心とかそういう気持ちが煽られちゃうかもしれないけど、うん、そういう時はちょっとこのカードを思い出してくださいよ、うん、そうですね、こんなになんかね、裸で、うん、裸で天使さんがです、うん、こんなわら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 ね、降り注いで天使さんが、うん、もう周り中サポートしてくれているのを見ている皆さんは大丈夫よっていうね、そうことなわけじゃないですか。そう、あとですね、やっぱりこのチャンネルを見てくださってる方はすごくこう今まずっとつながってるのを教えてくれてるんですけど、うん、自分たちの、こう、いろいろ決めてきてるはずっていうのは分かってるはずだって言ってるんですよ。あ、それぞれか。そうそうそう、うん。最悪自分の最後とかは、何かしら成し遂げてからじゃないかな、私とか。うん、そういう方とか、いろいろ意識があると思うので、うん、本当にその自分の感覚を信じて、よりその自分のか信じてるものに突き進んでいくための、一つのこう、区切り、うん、よくさ、あの目標立てるけど、みんな目標なんかこうなりたい、私占い師として稼ぎたいって言ったらいつまでによとか、はいはいはい、意外に決めなかったりする人が多いじゃないですか。決めない、うん、だそういう感じの口では言うけどみたいな、ね、行動はしないみたいな、うん、みたいな、うん、だから例えば自分だったら2025年の7月までに、あ、もう売れっ子になってるとかさ、はいはいはい、そういうことですよね。だから、うん、あの、まあ、1年後の自分だわね。そうそう、そういう感じの日付を自分の目標とか自分のこの通過点のチェックポイントみたいな感じで捉えるといいんじゃないかなと思います。その先にはフリーダムになるので、うん、っていう感じかな。この件に関して何か質問とか皆さんからコメントがなければ、違う話題に行きつつ、皆様へのガイド様とつながったり、いろんなことしながら交流していきたいと思います。うん、あと1時間半なのでね、だいぶ、うん、なんで皆さんが知ってることとかあったり、何かコメントがありましたら、教えてください。ちょっと待ちますね。待っていっていいですね。コメントがなければ、今何分だ？まあ、1、2分、2、3分待って、何かしらコメントが来なかったら、うん、打ってる途中かもしれない。ね、皆さん。でね、聞くだけって方もいらっしゃると思うので、うん、まあ、まったり待ちつつ、何かなければ、皆様への方に特化していく感じにしていきますので、うん、よろしくお願いします。いやー、でもなんかすごいその話聞いたとき、
でも地震は起こる起こるっていつも言ってるしからね。うん、そうそうそう。まあ、てか日本は大ね、そもそも火山国だからね。そうそうそう。そうなんだよね。そうそうそう。やっぱりあると思うので。やっぱりなんかこの YouTube で能登の地震の家屋が崩壊するところなんかを見ちゃうと、うん、ああとか思うよね。やっぱそうですよね。うん、そこがやっぱり。木造だからなのかね、あれはね。うん、やっぱりそ、まあ、備える感覚も必要だと思うんですよ、やっぱり。ただ、自分に置き換えて考えて進むといいと思いますよ、やっぱり。うん、怯える必要はないっていうのはすごくずっと来てたし、うん、このカードもフリーダムっていう、いい感じっていうか、だったし。うん、次は何だったの？いや、次、はい。見ちゃう？うん、いいですよ。見ちゃう。お、あ、メディケーション。おぉ、メディケーション。メディケーションか、うん、いや、瞑想っていうことだけどね。あ、フリーダム。これ皆さんも見たいかな。はい。これまあこういうあれ見える。見えてる見えてる。なんですけど、まあこの岩の上に女の子が膝を抱えて座って、うんうんうん、この姿だけを見てると、うん、なんか寂しそうに思えるけど、ね、この後ろの方では太陽が昇ってるわけですよ。ああ、そういうことか。で、雲に隠れて。うん、いるけど太陽があるわけですよね。はい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 。だからまあ今はね、うん、そういう雲で覆われていて、うん、なんかこう、うん、絶望とかさ、なんかあんまりこうパッとしない、うん、もやっとしてるかもしれないけど、うん、その裏にはちゃんと太陽があって、うん、ちゃんとあなたのことを火をさ、あの火さしてるっていうか守っているっていうか、うん、だから大丈夫だよっていう。うん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 、メッセージなんですよ。いやー、そっかそっか。だからこの雲がね、晴れるまでちょっと待ってねっていうか、うん、だからこれ 今かもしれないですね。不安になってたりとか、うん、そうね、なんかこの不安っていうのがこの雲でね、うん、なんかこういうさ、太陽のさ、うん、キラキラしたものを覆い隠しちゃっているけど、うん、みたいなね、うん、そうですね、うん。でもいつでも太陽はあなたを照らしてるよっていう。そっかそっか。もう神というか天使というかね、そういうポーズの方、愛ですよ、愛。やっぱり愛でしかない。そう、そこ愛なのよ。そう。皆さんはだから、この子みたいに なっちゃダメって言ったらあれですけど、この人目線がもう全然下向いちゃってるし、膝抱えちゃってる。そう、抱えちゃってるから、周りを見渡したり、すごく広い視野で 見たら、光は絶対あるから、うん、そうそう、しかも今だけ、今だけなんだよね。そう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 。山の雨はないとかさ、うん、そう、冬は必ず春となるっていうじゃないですか。うん、やっぱりね、なんて言うんだろう、世の中の雰囲気とか、うん、こう地球のって言ったらあれですけど、うん、不安とかの方が同調しやすいみたいなんですよ。同じ不安を抱えてるよねっていう見方、うんうんうん、こうつながりがなったりとかするから、うん、そういうのだけにフォーカスしないようにってだけ皆さんに伝えたいなと思います。うん、そうそう、太陽は必ず、うん、そうそう、見えないところでもそう絶対照らしてるから、うん、そう、そこだけに見ない方が、そうカードも言ってくれてましたし、そこ忘れないでねっていうね、うん、そうですね、うん、まあでもね、その来てることをね、うんうん、そう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 思えば大変って、うん、いや大変なとは思います。やっぱりちょっとまだね、うんうん、自分たちには起こっていないことなので、そう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 、言えちゃうんでしょって言われちゃったらそれまでなんですけどね、うん、ね、うん、でもさ、自分も一緒にね、皆さんと同じ体験はすると思うので、やっぱりね、どういうことになってるか分かんないけどね、そう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 、なのでね、乗り越えましょうって言ったらあれですけど、皆さんと一緒に2025年迎えましょうっていう感じが、うん、一番かなと思います。うん、ただや、まあ、新しい年みたいなね、そう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 。ただやっぱりなんかこれほら、前回は夏至を取り上げたと思うんですけど、夏至、うん、ってエネルギーの転換じゃないですか。はい、陰と陽が変わるみたいな、うん、ね、陽と陰だとか陰と陽が変わるみたいなのがあるから、やっぱりそれは自分も理にかなってるなと思ってて、これ特に日本をフィーチャーすると2025年の7月っていうと6月20何日。
が大体夏至なんですよ、うん、6月の下旬が、うん、その後の7月でしょ、だから、ね、多分いろいろこうエネルギー変わって太陽の日照時間が短くなっていく中での4月なので、うん、あの結構いろいろあるとは思いますが、私たちもいるので、ね、皆さん一緒に楽しみましょうっていうところがいいかなと思います、うんうんうん、そうね、うん、そうそう、ただに2024年もなんかちょくちょくはいろいろ起こると思うんですよ、今年か、そう、だからなんか今年もなんか起こるみたいなのもやってますよね、 YouTube ね、そうそうそう、それはなんか自分大体その人たちは言う、あ、そう、それがさ、私が見たその YouTube のショート動画は、未来から来たなんとかさんが言ってるって言っちゃうわけですよ。はい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 。2000何年から来たなんとかさんで、ね、なんだっけな、こういうのを予言した人が、言うことは言うにはみたいな言い方をするから、余計真実味があるっていうか。そうだよね。未来からって言われたらそうですよね。本当に来てたら教えてくださいみたいなね。本当かよみたいな。うんうんうん、ね、なんでやっぱさ、騙されちゃう人もいるのかもね。うん、そんな風に言われたら。まあね。まあ、だから、わからないですけど、自分はその未来の人とか、こう、ちまたで言ってくださってる方は、どういう思いでね、言ってるかっていうのまでは自分も深く探ってはないですけど。うん、そうそう、だからその不安を、そう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 、不安を煽らせるために言ってるのか、何のためにね、うんうん、それをちょっと飲ませてください。はい、発信してるんだろうけど、ね。そう、ただ何パターンかはやっぱいるみたいなので、ご自身がこの2025年7月問題っていうのをテーマにしたときに、どの情報が心地よいか、自分とすごくシンクロするか、うん、でいいと思います、うん。やっぱりそういう、うん、恐怖心を煽るようなことにあまりフォーカスしないっていうのが、うん、大事かもしれないですね。うん、そう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 、うん。だってフォーカスしたものが現実化するわけでしょ。そう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 。だからそれをね、あの教えてくれたので、うん、集合意識で、そう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 、うん、だったので。をコメントいただいてますね。気にしないのが一番いいか、はい、うん。何かが起こるのは確かかもしれないけど、これから約1年間を不安で過ごすか、うん、ポジティブに考えて生きるのか大きな違いだと思う。うん、そう思います、うん、やっぱり。そう思いますよ。うん、なんか取り上げといてさ、うん、なんか気にしないでっていうのも、そうそうそうあれですけど。そうそうそう。でもまあ、でもやっぱり、うん、でもこういうカード出てると思います。そうそう、ちゃんとね。だからじゃないですか、うん、ペンデュラムもちゃんとカードでこう出たよっていう、そうそうそう、うちらがね、あたこだ言ってるよりか、うんうん、カードでもこう出てますのでっていうのを見せたのかもね。じゃあ、この話題は一旦これぐらいにして、うん、皆さんも2025年7月、うん、あの、いろんな考えで、うん、過ごしてみてください。まあ、なんかその悔いのないようにっていうね、そうそうメッセージもいただいているので、そこ、うん、何が起こる、起こらないはとりあえず置いといて、うん、日々を大事に楽しく悔いのないように一日一日を過ごしていくということをこの1年間そうですよ、だから目標にしてみたらいいかも。そうそうそう、あのルナさんがさっき言ったノストラダムスの時は、うん、なんか負のどうでもいい感のやりきるじゃないですか、うん、そう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 、借金作ってどうにでもならないんだったら、ね、ちゃらになってやられちゃうみたいな、だからなくて、そう、それまでにもう自分がやりたいことでちゃんと言って、うん、そっちで悔いがないようにっていうのことを伝えてくれてるので、うんうん、皆さんもあのあの手放してもうどうにでもなれじゃなくて、うん、ちゃんと向かってってやりやりにはならない、そうそうそう、悔いがないように進んでくださいっていう、そうそうそう、積み重ねていけば、そう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 、またそれが、ね、ポイントになって、そう、なんか違うことに使えるかもしれないけど、ポイントがなかったらね、溜まってなかったら何も変えてもらえないかもしれないので、うん、なんかそういう、まあ、徳を積むじゃないけど、うん、プラスの楽しいことポイント集め、うんうんうん、みたいなのを、うん、さっきおっしゃってワクワク、そう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 、ワクワクポイントを貯めていきましょうってことで、ダブルポイントW ポイントですか。そう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 、うんうんうん、来年7月25日ワクポイント、ワクワクポイント、そうですね、うんうん、何ポイント貯まるかみたいなのを、うん、そう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 、うん、そのポイントがね、何に化けちゃうかね、そうそうそう、分かんないじゃないですか、本当そうだと思うね、その先にもうこうフリーダムになって、うん、どん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 若くポイントがね、こう脱いでいく、上から下からこう、そう脱いでいく今日着てますけどどんどん脱いでいきますね。
で、コメントが2件来てますね、はい。なんかこっちの電波悪くて途切れ途切れ、25年の話は聞かなくていいみたい。まあ、だそういうのも、そうそうそう、存在のサポートかもしれないから、そこを信じてください。ね、あの、梅さんに関してはそれを伝えておきます。だから聞かせないためにそれが起きてる。そうそうそう。それを信じるでいいです。うん。うん、で、次、ゆっきんさんがやりたいことしてみようかな。ぜひ。うん、ぜひ。本当に後悔しないように。やりたいことがあるなら特にね。そう、だから自分もね、本当にやりたいことをね、2025年7月までにやりたいと思いました。1年間ね。うん。うん、そう、だからいろんなことやっていきましょう、皆さんで。そうですよ。ワクワクしていきましょう。ワークポイント。うんうん。ポイント集めしていきましょう。はい。じゃあ、ということで、今回のカードも、はい、皆さん覚えておいてください。いいですか。はい、ありがとうございます。あとは双方いろいろ書いてますので、SNS フォローとかいろいろしてください。はい、ということで最後まで本当にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいねボタンですね。うん、あとチャンネル登録、まあ、これチャンネル登録しないとコメント書けないので、チャンネル登録、ね、はい、チャンネル登録しといてください。はい、あとは知り合いにとか、もうどん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 この動画は、もう拡散していただいていいので、はい、拡散してみてください。皆さんもね、また質問できるチャンスはありますよね、はい。はい。私が見つけた素敵な二人とかいう感じでシェアしていただいてもいいですしね。素敵な二人。素敵な二人ですよ。なんで急に。そうです。そうです。素敵な二人ということで、シェアしていただいてもいいですし、はい、どんどん SNS、書いていただいてもいいですし、はい、ブログとかにも紹介していただいてもいいですし、本当拡散しまくってください、今回は。はいはい、ね、ゆきんラブ。そう、ゆきんラブやってください、毎日。そう、皆さん、そのワークはね、ちょっとね、後でアーカイブ見れる方は見て、やってみてください、本当に。うん、ルナラブみたいなね、そうやってますね。ラブなんだよね。そう、ラブ。うん、そう、そうです。でそのさ、愛がね、うん、やっぱりまず自分を愛さないと。そう。人は愛してくれない。そう。なので、来月ね、皆さんのこのやってみてどうだったかとかも聞けるので、はい、ぜひね、報告会な感じで、来月お待ちしてますので、うん、はい、はい、ということで、今回、長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。ということで、お相手は、赤見城奈々でした。はい、ゆうすけでした。ではまた、来月お会いしましょう。良い1ヶ月を過ごしください。またねー。スクショしといてもいいからねー。スクショタイムとかあるんですよ、確か。あるの？そう。はい。じゃあ、これで拡散しててください。はい、ありがとうございます。はい、皆さん、今回の動画はいかがでしたか？よかったらですね、この動画、チャンネル登録、動画おすすめありますので、よかったら見てください。ゆうすけでした。またねー。